今日は野志市長に松山市の道後温泉本館の保存修理工事についてお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたしますさて道後温泉本館の保存修理工事の進捗いかがでしょうかはいあの令和6年末の完了に向けてあと3年半ということになりましたこの保存修理工事が始まったのが平成31年の1月15日からなんですけどももう元年2年3年ときました もう6年までもう半分ぐらい来たなというような受け止めですね。で、まあ、工事中ならではの魅力を伝える取り組みを大事にしてきましたやっぱり姫路城さんとかまた京都の宇治の平等院報道さんとか、まあ、そういった伝統的な建物を工事するとやっぱりどうしてもお客さんって減りますよね。で、はい、でも減るって言っててて言うつむくくのではなくて じゃあ工事中だから何ができるだろうということで様々これまでやってきましたあの100年先を見据えた貴重な機会なんですよとピンチをチャンスにしていきましょうということで行政だけではなくて市民の方、地域の方と一緒になってやってきた事業ですね。はい そして、いよいよ今月、保存修理工事も大きな転換期を迎えると伺いました。詳しく教えてください。七、はい、月十五日木曜日から、後期の営業が開始いたします。はい、まあ、準備のため、七月五日から十四日のは臨時休館とさせていただきます。前期工事の時は。思い浮かべていただくと、北側が入り口になっていました。男湯、女湯。で、後期の工事の期間中は。 今度からは、東側が、北側から東側に入り口が移ります。で、入り口が変わりますし、動線も変わるので、お客様の。この、まあ、習熟の期間とさせていただきます。森のないように、しっかりと対応させていただくためです。で、今度はですね、後期工事は玉の湯に入れますよということになります。嬉しいですね。これ、あの、工事が終了したっていうことですかね。はい、玉の湯はね。はい、玉の湯、男性、女性ですが。 工事を終えました玉の湯というのは上級浴室を持つ三層楼の建物ですねで、高室専用の浴室日本で唯一の高室専用のお風呂有神殿を利用する高室の随伴者がお付きの方が利用したと言われる格式が高い浴室が玉の湯なんですねここに入れるようになります今から楽しみですはい。で。 東側に入り口がなりますよと申し上げましたが7月15日からの後期の営業ではこれ東側から見た写真ですね、これ以前のものということになります、ここの色が違うんですよというのはちょっと後で説明しますがこちら側、有神殿玉の湯と東側が。 お客様の入り口になります。どうせ本格的明治二十七年にできたんですが。明治三十二年に改築された当時に利用されていたのがこちらの入り口なんですね。今は屋根の色が違いますよって言ってたのが、ここ銅なんですね。はい、で銅は風雨にさらされると、雨風にさらされると。こういうふうに六章を吹きます。緑青と書きますが、六章を吹いた姿がこれで。この間、昭和四十四年以来の。 まあ銅板の全面吹き替えが終わりましたので、今はこの色になってます。赤金色と言います。はい。はい。お話を聞いていますと、私も本館に行きたくなってきました、ね。銅の色なんて今じゃないと見られない色ですからね。そうです。期間限定ですよね。はい。そして銅像リボン2021キャンペーンですね。プロジェクションマッピングの新作のスペシャルプログラムが上映開始です。タイトルは。 ファイアワークス花火ですね、はい、ファイアワークス by ネイキッド火の鳥2021ネイキッドさんというのは京都の二条城のプロジェクションマッピングで大変まあ好評になった有名になったところの会社ですね再生の祈りを込めて青い火の鳥が再び登場です愛媛松山からイメージされるみかんがモチーフの道後温泉オリジナルのデジタル花火が上がりますかわいいですねあのこれ現地で見てもらったらと思いますね で思いは癒しであったり感謝であったりエッセンシャルワーカーの方々へのでエールであったりで期間は8月31日まで毎日夕方6時半から夜9時半までスペシャルプログラムは毎時00分と30分レギュラープログラムは毎時15分と45分から流れることになっていますどちらも見てみたいですよね。ははいいいいい本当夜の楽しみ楽ししみんでたただいたらと思います <laughs>、はい 夏休みの思い出の一つになりそうです。そしてこちらです。はい、七月十五日からの後期営業このキャンペーンといたしまして、これはあのコロナの今だからというような取り組みですね。除菌アートっていうのをします。除菌アートですか。はい、ネイキッド花つくばいといいましてつくばいっていうのはあの。 茶室に入るときに、心身を清めるための蝶ズバチのことをつくばいと言いますね。ネイキッド花つくばい。アルコール除菌で手を差し出すと、デジタルのみかんの花が咲く演出と、柑橘の香りが楽しめるデジタルアートです。除菌もできるし、花が咲く目で見て楽しいし、香りも楽しめるというアートですね。 期間は7月15日から8月31日まで道後温泉別館アスカの湯の回廊で行われますまたネイキッドさんディスタンスチョウチンディスタンスチョはい道後温泉地区の旅館ホテルと連携しましてこのネイキッドディスタンスチョウチンを貸し出しますチョウチンですからこう下に照らされますね照らされるのが火の鳥をあしらった直径1メートルの光が 足元を照らししますすおしゃれですねでこう、まあ、複数の方で持ちますと、うん、やっぱりこうその間隔は空けますよね、うん、ですからソーシャルディスタンスを保ちながらな夜の街歩きができる7月15日からこちらも8月31日まで貸し出し場所など詳細は道後温泉旅館協同組合のホームページでお願いいたします。 コロナの状況前向きに捉えた面白い取り組みですねそうですね冒頭申し上げたようにやっぱ工事だからといってうつむくのではなくてやっぱ前向きに前向きに何ができるだろうですね、はい、そしてこれ今開催中なんですがアスカの湯道後七夕物語七夕も日本の文化ですよね、はい、大切にしたいですね七夕をテーマにさまざまな装飾をいたします8月7日土曜日まで 毎日朝6時時から夜の11時までですこちらの写真にありますように医療従事者への感謝を込めてブルーにライトアップされるそして道具の商店街の中をささ飾りあの仙台だったり、えー、県内でいうと内ちなどが、ねはい、有名ですけど笹飾りやミニ吹き流しで装飾をする。 七夕の風情、夏の風情を味わっていいいいい、たただとううふに思ますは本館でもプロジェクションマッピングもありますし、はい、夜、道後に出かけたくなりますすねね、そうです、ね、さっきあのディスタンス提灯もありましたけれども、はい、あのまたつくばいも、ね、ありましたけれどもこう感染対策、気をつけながら楽しんでいただいたらと思います、はい、ますははで続いて、これ、後期営業の目玉となるものですけれども、はい、みんなの道後温泉活性化プロジェクトというものです。 令和6年3月までの3年間これは事業者されるのはスパイラル株式会社ワコールアートセンターさんでこちらは道後温泉本館が改築120年の大歓歴を記念して初めて開催したアートフェスティバル道後温泉アート2014を担当された事業者さんなんですね。最初に道後でアートフェスティバルをやったとこの会社です、はい。 で覚えていらっしゃいますかね山下さん、はい、あの霧の彫刻って言いまして、ええ、中谷富士子さんこれあのミストをばっとこう道後温泉本館から出して霧の彫刻あのまたいいムードになりまましたた、えー、これ道後の宝草ホテルさんと草間弥生さんが組んでこう水玉の、ね、アートがよく知られてますけどもこういったホテルホリゾンタルいろんなホテルでこう芸術をっていうのをね、うん 代表で一つ出しましたけれどもこういった取り組みをしてまいりましたあのこの頃から特に女性の観光客若い方増えてきたな、はい、外国の方も増えてきたなという印象だったですね、えー、温泉という地域資源にアートを取り入れた新しい活性化策です地域内の経済循環を拡大しながら道後に関わる人口を増やしていきましょう 人材を育成して持続可能なまちづくり活動を行いましょうというのがこちらのみんなの道後温泉活性化プロジェクトです。はい 参加アーティストは3名という方になりますね、はい、観光客の皆さんもちろんなんですけど私たち地元のものもですねぜひ楽しみたいなと思いますそうなんですよあの、道後って観光客の方に楽しんでいただくのそれも大事なんですけども、はい、やっぱりすごくいい宝なので市内の方も県内の方も大いに楽しんでいただいたらさあ、3人のアーティストの方をご紹介いたします。はい、まず1人目 大竹新郎さんです地元愛媛を拠点に創作活動を行っていらっしゃる世界的な美術家です本館の保存修理工事で使用する素屋根のテント幕、あの火の鳥がかかっておりました今度は大竹さんが担当です素屋根のテント幕の作品を制作してくださいますで、大竹さんの代表作というと瀬戸芸瀬戸芸なんて言いますけど瀬戸内芸術祭、はい、香川県の直島のこれ銭湯を 丸ごと芸術作品にしたもの、えー、ですとか有名ですよね,ね、はい、それと東京オリンピックの公式のポスターを描かれるの大竹新道さんやっぱすごい芸術だなと思います。で,す、ねはい、で大竹さんが今回こうコメントを寄せてくださいましたこの、まあ、プロジェクトにあたって読みます。愛媛県宇和島市に制作拠点を移しして30年以上が過ぎました こちらに越してきた当時、えー、まだ子どもたちが小さかった頃は家族でたびたび道後を訪れ今は亡き旅館を含め多くの宿に泊まった懐かしい思い出があります今回道後のプロジェクトのお話をいただき若い世代の人たちが熱意を持って声をかけてくれたことがとても嬉しくまたありがたい気持ちですお話を聞き早速道後温泉本館を覆う火の鳥の大天とを見に行きましたこれまで経験したことがないスケール化を前に 道後温泉本館という大変歴史ある特別な場所を手がけるという緊張感がひしひしと迫ってきましたが同時にぜひ挑戦してみたい気持ちが湧いてきました多くの人に喜んでいただけるよう全力で取り組みたいと思っていますとこのコメントを聞いた時に大竹さん、お願いしますって思いましたね。うん、嬉しいいですすよねご縁だと思いまののその 同じ県で創作活動を30年されている方で名だたる芸術家です。でその方が道後大好きで何回も行ってた。で大天とわざわざ見に行ってくれてた。やる気が湧いてきてる。あのお願いしますっていう気持ちですね。楽しみたいです。今から楽しみです。はい。そしてアーティスト二人目は稲川、はい、美香さんです。はい。あのこちらに写真があります先に言いますが。 道後アート2015のベインアーティストでした、で本館の障子のところとかね、そうですね<柄>記憶に新しいですね、そして浴衣も蜷川美香さんのデザイン、これ、特に本当、若い女性の方、非常に人気が出ましたね。蜷川美香さんあの、お父様も大変有名な方でしたけれども、ねねえー、美香さん、写真家、映画監督です。 映画「サクランでしたり「あの人間失格太宰治」の女たちの監督写真家だし映画監督だし先ほど申し上げた道画アート2015のメインアーティスト本館を装飾する作品が国の内外で高く評価され大きな話題になりました。またささん稲川美香さんが やってくださいます。私も実はこちらをきっかけに彼女を知ったというぐらいなので、ですかはい。あの前回本館だったんですけど今回はアスカの湯を手掛けていただけることになっております。はい。はい、では三人目です。はい。いや地元にも素晴らしい方がいたもんです。住川雄二さんといいましてテクニカルイラストレーター松山市在住です。今実際に作品があります。はい、アスカの湯の2階の南側になりますね。 新道後温泉絵図というのを描かれていてこれは細かくねいろんなものが描かれていてとっても楽しい人気のあるものなんですがこちらを手がけていただいた住川裕二さん松山市在住ですテクニカルイラストレーターさんが先ほど申し上げた大竹さん、蜷川さんそして住川さんということであのすごくいい提案をいただいたなというふうふに思っています。 大竹さん世界的な方、皆川さんも世界的な方で本館を手掛けられて今度は飛鳥の湯そして地元にいらっしゃる住川さんということでいい組み合わせを考えていただいたなといいいううふうに思っていますは同行がこれから、ますます楽しみになりそうですねそうですねあのやはり感染状況のことがありますので感染状況をしっかりとこう見極めながらですねまたの経済対策も打っていきたいなと。 市内の方に楽しんでいただくのも大事、はい、で感染状況を見ながらです、ね、はい、県内、えー、県外、えー、楽しんでいただけたらなというふうに思ってます、ねはいま能條市長、がとうございましたありがとうございました。